Thank you.
はじめまして、私たち宴です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。では改めて一人ずつ自己紹介をさせてください。まずはパピちゃん。はい、宴赤色担当あかねパピコです。一番小さいけど一番元気です。よろしくお願いします。次はひなりん。はい、ピヨピヨイエロー担当の月宮ひなりです。私はなんかめっちゃギャルっぽい見た目と言われるんですけど、中身はマイペースの調子者なので、みんなからギャル赤ちゃんって呼ばれてます。そう呼んでください。よろしくお願いします。次ゆいゆい。はい、白色担当さきのゆいです。今日はよろしくお願いします。笑顔で頑張ります。次はルルチ。はい、ミラクルパープル担当くるみルルです。今日は皆さんを摩訶不思議なルルチの沼に引きずり込んじゃいたいと思います。よろしくお願いします。次はさっちゃん。はい、水色担当水瀬さっちです。私は毎日全力がむしゃらで頑張っているので、一緒に成長できたらなと思います。よろしくお願いいたします。次はうちゃん。はい、ピンクインナーが目印、こう見えても宴のリーダー、ピンク色担当のハガウナです。よろしくお願いします。はい、というわけで、みんなに改めて聞いてみたいなって思うんですけど、該当したらはいで手を挙げてね。わかった？わかった？今日初めて宴のライブに来たよっていう人。はい、めっちゃいい。ありがとう。見たことある人いるんだけど、最高なんだけどね。ありがとうございます。こうやってちょっとコロナでね、まだ声出しは NG なんですけど、今みたいに大きく手を挙げてもらったりとか、みんなが持ってるペンライトフリフリしてもらったり、私たちの曲すごいクラップする曲が多いんだよね。うん、そう、めっちゃ多いからいつもの2倍、3倍もう、うわーって手真っ赤になる手真っ赤になるぐらいクラップお願いします。お願いします。じゃあ宴のライブ、初めての人も初めてじゃない人も、今日は最後まで盛り上がっていきましょう。イエーイ。それでは次の曲に行きましょう。初披露の曲です。聴いてください。夢クジラ。僕ら青く空に染まった世界を眺めて夢を見てる。Thank you.
って1曲目に聴いていただいたのは本日初披露の夢クジラという曲でした。今まで発表した4曲とはちょっと雰囲気がガラッと変わってみんなの心になんだか語りかけるような静かなそんな曲でした。ごめんごめん。さあ本日が宴のお披露目ということで今日までいろいろありましたね。そうですね、ね、いろいろあったよね、はい、そうメンバーから皆さんに、まあ、改めてご挨拶したいことがたくさんあるかなと思うのでご挨拶させていただこうかなと思います。ではまずさっちゃんからお願いします。はい、本日はまず来ていただきありがとうございます。私は今日までの2ヶ月間とても怒涛の2ヶ月間だと思っています。私は千葉県出身なんですけど慣れない千葉から通うレッスンすいません体になかなか染み込まないダンス毎日の SNS の更新とても大変でした。ですが毎日お話をしてくれるファンの皆様そして優しく私のことを支えてくれた宴のチームファンの皆様も宴チームもみんな大好きです。私はそんなファンの皆様と宴みんなと一緒にこれから走り続けていきたいと思います。まだまだ未熟者ですがぜひよかったらついてきてください。よろしくお願いいたします。じゃあ次はルルチお願いします。はい、私は50m 走で10秒っていう記録を出したことがあるぐらいめちゃくちゃ運動が苦手 で家から出るのもすごい苦手ですごいお家大好き人間だったんですけどレッスン始まってからはそういうわけにはいかないので人生で一番運動する日々でした。でそんな私がこうしてステージに立てて本当に幸せです。この景色を見たら頑張って外に出て本当に良かったなって思いました。これから推したら幸せになれるアイドルを目指して頑張るのでこれからもルルチのことをどうぞよろしくお願いします。次はゆいゆい。はい、今日は来てくれてありがとうございます。今日までたくさん練習をしてきました。くじけそうになった時もあったけどみんなに会えるって思うとすごく楽しみで苦手な早起きも頑張れました。今こうして素敵なステージでみんなと盛り上がれて楽しくできて本当に幸せです。これから一生懸命頑張っていきますので応援よろしくお願いします。次はひなりんお願いします。はい、私はなんかダンスもアイドルも全部未経験 で最初はダンスも全然できなくて一番できなくてでも壊滅的すぎて怒られてでしかも私はこういう感じでとてもなんかヘラヘラ笑っていつも笑っているのでこう真面目にしてるつもりでもこうヘラヘラするなとかたくさんたくさん一番メンバーの中で一番怒られてきました。でも、そんな私でもこんな素敵なメンバーに囲まれて、こんな素敵なファンの人たちに、会いに来ていただけることが本当に嬉しいです。幸せです。これから私はなんかみんなを引っ張っていくぞみたいなそういう感じではないんですけど、背中を一緒にこうね、台車みたいに押してもらって一緒に来て応援してもらえたら嬉しいなって思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。次はパフちゃん。はい、私はアイドル未経験だったとかそういう感じじゃないんですけどなんかやっぱ環境が変わって大変なこととかもいっぱいあってそれでもやっぱついてきてくれた人とかも多くて本当に改めてありがとうございます。私はなんかみんなみたいになんか寄り添うなんか大丈夫だよみたいなアイドルにはなれないかもしれないけどなんかここでこうして全力でパフォーマンスしてみんながそれを見て あいつ頑張ってるから自分も頑張ろうくらいに思ってくれたら私はそれで幸せなのでぜひこれからもっともっとなんか元気でパワフルなアイドルになるのでぜひよろしければよかったらいや絶対についてきてください。お願いします。
じゃあラスト、うちゃん。はい。あ、すいません、こんなキャラです。今みんなが、メンバーみんなが言ってくれたみたいに本当に初めてのことばっかりで、それに戸惑う暇もないぐらい怒涛の日々でした。でもそれをなんかこの日のこの瞬間のためだったんだって思うと、もう今まで頑張ったことよりももっともっと頑張れるし、この6人で成長してもっと素敵な景色をみんなと一緒に見たいなってめっちゃ強く思いました。すごく抜けてるところが多くて、なんかね、ポンコツとか言われる時も多いんですけど、そんななんか頼りがないリーダーかもしれないけど、私のことを推してくれた人のなんか心の中にキラキラをもっともっと倍増させるような最強アイドルになるので、これからよろしくお願いします。はい、というわけでこのね、あ、感動的ね、この6人の宴というグループは今日が1日目でありスタートです。今こうやってそのスタートを見てくれてる皆さんには絶対にこれからも私たちもっともっと成長するので、見守っていてほしいし、ついてきてほしいなって思います。これから私たちをよろしくお願いします。よろしくお願いします。次に歌う曲は、今日デビューする私たちや日々頑張っている皆さんの背中を押してくれるような、そんな一曲になっています。聴いてください。青い春。走り出せ走り出せ、一度きりだけの青春を始めよう、ここに乗せて
とうございます。それではひなに今日一日ライブしてみてどうでしたか？嬉しすぎてとても感動して泣きそうになりました。泣いた？泣いた？なんか泣いたって言うつもりだったけどさ、泣いた、泣いたよね。ね。すいません。はい、どうぞ。お次ゆいゆいどうでしたか？みんなと楽しく盛り上がれて本当に幸せです。ありがとうございます。はい、こんなに楽しい時間もあっという間で残念ながら次が最後の曲になってしまいました。やだはい、さあそういうことで、そういうことで、はい、次の曲、最後の曲、楽しんでいきますか。イエーイ、トリキン、トリキン、トリキン、もっとできますか。イエーイ、それでは最後の曲聴いてください。ビリラブレーション、しびれる言葉の愛情を君に見上げてもビリ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 してゆけるに気づれるよ。
ちょっとここでみんなにまた聞きたいと思います。お今日このライブを見て宴のことがもっと好きになったよっていう人、じゃあまた宴のライブを見に来てくれる人、そんな皆さんに朗報です。お5月19日に下北沢シャングリラさんにてシチュアシオンさん主催の対バンイベントに出演させていただくことが決定しました。イエーイ。チケットがまだの人はツイッターから購入できるので皆さんツイッター要チェックです。よろしくお願いします。お願いします。そして本日のお披露目か、すいません5月23日に本日のお披露目会のアフターパーティーが開催されることが決定いたしました。場所はクラブクラウラさんにて行います。そしてそして本日の半券提示で席券1枚プレゼントなので、ぜひよかったら遊びに来てください。お待ちしております。待ってます。実はその日ルルチの誕生日なんです。みんな紫持ってる人全員行かなあかんで、ね、覚えた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 全然行かなあかんで、ね、それでは以上私たち宴でした。ありがとうございました。ありがとうございました。とってもいい。顔あかん人はなんか隠してください。はい。わあすごい、アイドルみたい、アイドルみたい、アイドルみたい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。よっこらせではでは特典会でお待ちしてます。ありがとう。